アウェイユニフォーム、もしくは山のユニフォームの着用者、ホームじゃないユニフォーム。
それでは、作戦タイムの方2分間取りますので、作戦タイム用意スタート。 お題は
いいですか？
これ確かにいけた。一緒。さてどうでしょうか。入ってました。ガンツくんグッズまたはヤッピーグッズを持ってる方もしくは着用者、ガンツくんもしくはヤッピーのグッズを着用している方もしくは持っている方を合わせて300キロにしていただきたいというふうに思います。ちゃんと見極めてもらってね、はい、また一人2名やってみてください。で、はい、階段のところまでエスコートしてくださいね。さあ、それでは作戦タイム、はい、作戦タイム取りたいと思います。作戦タイムスタートでございます。作戦タイムさあ、皆さん体重ですが、プライベートは思われます。さあ、今もちろんここで知り得た情報はこのイベントが終わりましたら拍手ですね。シレッダーになります。どこのシレッダーはちょっとわかりませんが、体重になるとちょっとありかな。そう、体重になるから、ね、ちょっとね、攻めにくいのがあるかもしれないけど、そこはね、簡単なんで僕にですのでね、そう結びになりますから、僕にやったら発表されることはありません。合計体重のみを発表します。お子さんで刻むのよし、ガンツくんもしくはヤッピーのグッズを、おっと、グッズを持っている方々、はい、さあ、ガンツくんのグッズを持っている方、アピールしてくださいね。アピールしてください。選手は交換してくださいね。さあ、どうでしょう。続いてきました。じゃあ、アダルトチーム、どうぞ。どんどん見つけてますよ。アダルトチームが、はい、今交換してますね。はい、では、お一人、はい、シューさんがいます。そしてスタッフがいます。はい、どうぞ。今、はい、靴を脱いでいただきます。浦田選手が一人、女性スタッフ脱いでも仕方ありません。ちょっと待ってください。ガンツくんついてますから。ガンツくんついてますか。どうぞ選手、ちょっと、はい、今マップにまだまだいらっしゃいますか。あ、今岩井して坂崎選手が2名連れてきましたね。こちらの方に坂崎選手ステージの方に行っていただいて、それまで監督は女性2名やってきました。すぐにアートまあ、これで今井選手は2人で100キロ、それが違うのがありました。2人で100キロ。さあ、女性の方追っていただいていきますが、体重は興奮しませんよ。さあ、ダンゴチームが、あ、いいバースできましたね。高崎選手がお子さんに向けて、さあ、皆さんじゃあちょっと靴を見てもらって、最後の方で装備を振っていただきます。今森田選手も見つけて、これで最後選手は
でもいいし、別にね、見られてもいいんですよね、いい方は。おじさんなんかはね、大変だと思うんですが。さあ、ヤングチームも来ましたね。来ました、来ました、山口選手。あ、お子さんが悩んでいる。さあ、キスと出るか、今日と出るか。そうだね、皆さん。あ、なるほど、森選手は。ちょっと、皆さん、待ちましょうか。さあ、じゃあ、スタッフの方に。はい。さあ、女性陣ゼロでございます。さあさあどうでしょうか。さあスタッフの方に今ね集計をしていただいておりますが、はい、ありがとう。さあ森田選手、森田選手、はい、森田選手、女性2名続きました。そして2人で50キロ並んでいきましたけども、はい、今は続々とね計測してますよ。さあどんどんと、ちょっと待ってください、はい、体脂肪率が出てるけど、アダルトチームどうですか。アダルトチームもね、子供もいますし女性もいますし、ね、ちょっとあのいっぱい食べてる方もいらっしゃいます。ヤングチームはなんか女性はいませんね。ヤングチームはねやっぱり男性に下げました。さあそしてさあどうでしょうか。集計終わりましたか。結果が気になりますね。じゃあちょっとこの間に選手にね、はい、話を聞いていきたいと思いますが、はい、高橋選手、お子さんを連れてきました。さあお子さんを連れてきました。これはどういう基準で。いや、もう持った感じちょうど100キロ。あ、持ったんですか。2人で100キロ。お、持った100キロ。2人で100キロ。プレナ選手はお子さんも処理しましたが、ちょうど大人の方と子供の方で100キロはかなって。大人の方は子供を連れてたんですよ。あ、こちらちょっと脇に行ってもらって。なるほど。男性の方だとちょっとガッチリ系のね。そして福岡選手よく持ちましたね。そしてなんで女性の方隠れてるか分かりませんか。ちょっと前を向けてもらって体重はもう公表されませんので、そういう場所が連れてきてもらった方を前を向けてもらってね、ちょっと皆さんそこら辺まで出てもらっていいですかね、前の方に、はい、さあヤングチームの計測。さあヤングチームの方も、ヤングチームの方もその話を聞いてください。聞きましょうか。どんな選手の作戦で挑んだんですか。じゃあちょっとヤングチームに聞いてみましょうか。どんな作戦で。作戦は一人ずつ100キロ、はい、2人で100キロ、はい、で中村選手はお子さんとお父さんですか。いや、違います。違う、はい、全然関係ない。全然関係ないです。それはもう全力で懇願しましたか。はい、ちゃんとお願いして。はい、これ絶対してないことお願い。しました、しました、しました。はい、森田選手もちょっとこれはお子さんと、はい、ちょっと筋肉質の男性の方、はい、合わせて100キロ。そうですね、先にこの長官長大きな方、はい、送り出して選んで子供で調整したって感じですね。だいたい筋肉質には何キロになってます。75の25とかそんぐらいですね。25キロもっとかな、なんか。さあ、そして木村選手、女性を選ばなかったですね。やっぱ、せっかくなったんで。ただ、反町監督は女性どんどん選びました。やだって、さすがです。さすがですね。ダメって、ひらしっかり。さあ、この対決がどうなるのか、はい、じゃあ、見てみましょうか。まあ、全員合わせて300キロに近づいた方の勝利となります。それでは皆さん、ビジョンの方にご注目いただいて、結果を発表したいと思います。第2回戦体重対決、結果は30秒差、100キロ差、1キロ差、ハイタッチですね。いや
嬉しいです。狙い通り。はい、いやー森田選手もうすごい僅差ですね。はい、もうこれはもう完全に狙い通り。そうですね。いやー、そして惜しくも破ってしまったアナルドチーム高田選手、1キロ差での発見になりました。ありがとうございました。皆さん、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 帰っていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。はい、気をつけて階段登ってくださいね。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでね、いや、盛り上がりましたね。そうですね、盛り上がりましたね。今日はね、ファンカンなんで選手スタッフが交換しに行くという、まあ、いつもね、写真とかサインとかお願いされることが多いと思いますが、今回は逆でしたけど、やってみてどうでしたか。まあ、皆さん、心よく受け入れてくれて、本当に嬉しかったですし、まあ、逆に今度は我々がね、いい作戦に臨みたいなというふうに思いました。うまく締めていただいたんで、ね、で、もう本当に今度はまた選手がクラブが皆さんに返していくということで、はい、今後もね、やっていきたいなというふうに思います。それでは、結果は